つも時短で見れる投資メディアをご覧いただきありがとうございます。2023年9月12日の株式ニュースをお届けしてまいります。本日の相場概況、東証業種別株価指数、ストップ高銘柄の材料、ストップ安銘柄の材料、値上がり率上位株の好材料、株主優待情報、IPO 情報の順でお伝えいたします。日経平均株価は4日ぶり反発し、前日比 308.61 円高の 32,776.37 円で取引を終えました。米国のダウ平均は 87.13 ドル高と3日、続伸し、ナスダック総合指数もまた 1.13% の伸びを見せました。米財務長官のイエレン氏の楽観的な見解や、ハイテク株高が全体を牽引しました。特に、投資判断が引き上げられた EV 大手のテスラが注目されました。また、日本銀行の政策修正観測の高まりを背景とした国内長期金利の上昇が重しとなり、一時的に上げ幅を縮める場面も見られましたが、時間外取引のナスダック100先物やドル円が強含みで推移し、国内長期金利の上昇が一服したことで再び勢いを強め、終値でこの日の高値をつける場面もありました。個別の銘柄では、トヨタ自動車などの自動車株や川崎汽船、石油資源開発などのバリュー系、KDDI やソフトバンクの通信株、武田薬品、塩野義製薬の医薬品株などが高い一方、アドバンテストやディスコの半導体株等は下落しました。本日のダウ平均は、終値は 34,663.72 ポイントとなりました。これは前日終値から 87.13 ポイント 0.25% の上昇となります。本日のナスダック総合指数は終値は 13,917.89 ポイントとなりました。これは前日終値から 156.36 ポイント 1.14% の上昇となります。本日の日経平均は終値は 32,776.37 ポイントとなりました。これは前日終値から 308.61 ポイント 0.95% の上昇となります。本日のトピックスは終値は 2379.91 ポイントとなりました。これは前日終値から 19.43 ポイント 0.82% の上昇となります。本日の上海総合は終値は 3137.059 ポイントとなりました。これは前日終値から 5.71 ポイント 0.18% の下落となります。現在のドル円は 146.83 円です。これは前日から 0.25 円 0.17% の上昇となります。東京証券取引所の各業種株価指数は大半の業種で上昇傾向にありました。特に輸送用機器がプラス 2.04% と最も大きな上昇を見せ、その後にゴム製品、不動産業、医薬品、精密機器と続いています。輸送用機器は 87.63 ポイント上昇し、ゴム製品も 75.09 ポイントの上昇を見せました。また不動産業も 30.46 ポイントと全体的に上昇気流が強いことが見て取れます。医薬品は 59.08 ポイント上昇、精密機器は 162.66 ポイントの上昇を記録し、繊維製品、非鉄金属、情報、通信業なども上昇を続けました。一方で下落した業種も見受けられ、その中で最も下落幅が大きかったのは卸売業でマイナス 0.47% の下落となりました。また、鉄鋼はマイナス 0.70% と、二つ目に大きな下落幅となりました。保険業と機械業種では若干のマイナスとなっています。今後の市場環境に注目が集まる中、各企業の業績や経済指標の動向、海外の動きなどが注目されます。引き続き、投資する方々は情報収集に努めるべきでしょう。2023年9月12日のストップ高銘柄を紹介します。ホーブは、種苗事業、青果卸事業、ジャガイモ事業、運送事業をしている会社です。急騰した理由は不明です。現在の株価は4635円で、前回から 17.79% の上昇となりました。また、出来高は 42,500 株でした。ギグワークスは IT と BPO 支援サービスの提供をしている会社です。
急騰した理由は、日本直販の総合プロデューサーに秋元康氏が就任したからです。現在の株価は334円で、前回から 31.5% の上昇となりました。また、出来高は338万9700株でした。ピュートレックは音声認識技術の開発と提供をしている会社です。急騰した理由は、音の AI 検査開発キットをヒシオエレクに提供したからです。現在の株価は345円で、前回から 30.19% の上昇となりました。また、出来高は255万7300株でした。スピーはデータ利活用マーケティングと物件仲介サービス運営をしている会社です。急騰した理由は、デジタルアセット関連会社の設立を発表したからです。現在の株価は3755円で、前回から 22.91% の上昇となりました。また、出来高は2万300株でした。北川精機は、精密プレス機械と FA 機械の製造、販売をしている会社です。急騰した理由は、収益本格拡大局面を迎えるとして、国内証券が高評価したからです。現在の株価は1021円で、前回から 17.22% の上昇となりました。また、出来高は91万8500株でした。松本は、アルバム、記念誌、写真集、カタログポスター、カレンダー、DM、他各種印刷、デザイン、企画、製本、インターネットホームページシステム作成をしている会社です。急騰した理由は、沖縄琉球瓶型とのコラボレーション NFT の発売について発表したからです。現在の株価は 11,420 円で、前回から 15.12% の上昇となりました。また、出来高は 26,900 株でした。2023年9月12日の好材料銘柄を紹介します。丸、千代山おかけは、ラーメン専門店をしている会社です。本日の材料は、山おかけが今期最終利益の増益見通しを発表しました。現在の株価は4170円で、前回から 16.81% の上昇となりました。また、出来高は64万9300株でした。松栄食品工業は、乳製品と油脂類の製造、販売及び製パン製菓用材料の供給をしている会社です。本日の材料は23年10月期営業益予想を上方修正しました。現在の株価は5060円で、前回から 11.33% の上昇となりました。また、出来高は22万6000株でした。構成 RE は中規模のマンション開発、分譲を中心にする不動産投資会社をしている会社です。本日の材料は、上半期大幅増益決算で業績好進捗しました。現在の株価は927円で、前回から 10.75% の上昇となりました。また、出来高は90万6100株でした。萩原工業は合成樹脂製品の製造、販売をしている会社です。本日の材料は、今期利益予想の上方修正と自社株買いを発表しました。現在の株価は1847円で、前回から 7.2% の上昇となりました。また、出来高は79万1000株でした。アドベンチャーは総合旅行サービス提供をしている会社です。本日の材料は、国内レンタカー予約サイトがスカイモビリティサービスと連携しました。現在の株価は6080円で、前回から 6.29% の上昇となりました。また、出来高は12万4200株でした。アピリッツは EC サイトとオンラインゲームの開発、運営をしている会社です。本日の材料は、アピリッツの上期利益が計画を上回ったと発表しました。現在の株価は1130円で、前回から 5.61% の上昇となりました。また、出来高は9万400株でした。2023年9月12日のストップ安銘柄を紹介します。フィットはオンライン再エネ取引、マーケットプレイスの開発、運営をしている会社です。急落した理由は、第一四半期営業益が 65% 減ったからです。現在の株価は819円で、前回から 15.48% の下落となりました。また、出来高は10万3200株でした。ネクステージは中古車販売と新車販売の総合企業をしている会社です。
急落した理由は浜脇社長の辞任とインセンティブ廃止が警戒されたからです。現在の株価は1848円で、前回から 21.29% の下落となりました。また、出来高は1961万8300株でした。イメージ情報開発はシステムインテグレーションと事業多角化をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は537円で、前回から 15.7% の下落となりました。また、出来高は117万2200株でした。アルファは、販売促進用品の企画、制作、販売並びに、情報の企画、編集、販売をしている会社です。急落した理由は、不明です。現在の株価は、1570円で、前回から 24.15% の下落となりました。また、出来高は22万2100株でした。新東は和風、洋風瓦の製造及び販売、隠し屋根材の輸出及び屋根材の素材開発をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は2086円で、前回から 19.33% の下落となりました。また、出来高は111万7200株でした。日本テレホンは多様な携帯販売と中古販売、サブスクリプション事業をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は550円で、前回から 15.38% の下落となりました。また、出来高は138万900株でした。2023年9月12日の株主優待情報を紹介します。サイトリ細胞研究所が上場20周年を記念して特別優待を実施すると発表しました。24年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、一律で500円分のクオカードを贈呈します。また、未定だった新設株主優待の内容も発表され、毎年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、一律で5000円分のクオカードが贈呈されます。2023年9月12日の IPO 情報を紹介します。医薬品の研究、開発、製造、販売、再生医療等製品の研究、開発、製造、販売を行っている K ファーマが10月17日に東証グロース市場に上場します。仮条件決定日は9月27日で、想定発行価格は1040円。上場時の発行済み株式数は1155万9000株で、公募数は168万株。また、オーバーアロットメントによる売り出しの上限は25万2000株です。ブックビルディング期間は9月29日から10月5日で、公開価格決定日は10月6日。申し込み期間は10月10日から13日で、払い込み日は10月16日です。主幹事は SBI 証券です。2023年9月12日の株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。